はい、皆さんこんにちは。ヨガジェネレーション代表のミキゾーでございます。いつもチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。今日も大人気レギュラーシリーズですね。インドからヨガ哲学講師の永井由香先生です。はい、ナマステー。ナマステー。なんかちょっと久しぶりな感じがしますけど、お元気ですか？はい、相変わらずです。なんかあれですか、インドってお祭りやってるんですか？今日はまだあんまりですね、今年はお祭りのシーズンがちょっと、退院歴的に遅くて、9月にメインがいっぱい来るんで、ただ今日も一応英華だしっていうお祭りではあるので、結構私の、お隣さんだとかは断食来たりしてます。お祭りだけど断食。そうなんです。なるほど。なんか祭りというよりはなんか捧げる期間みたいな感じなんでしょうね。そうですね。まあ、あとはその自分の内側の純粋さを高めるためにっていうようなことをしたりしてます。すごいな。なるほど。いきなり祭りって日本ではね、今祭りシーズンですからね。祭りのなんかこんなことやったり花火ドーンだったりっていうイメージですけどね。ちょうど終戦記念日の15日がインドの方でも独立記念日なので、なので今外に行ってるとみんな、インドの国旗を掲げてたりします。あ、そうなんです、ね。なるほど。そんなじゃあ由香先生にですね、まあ今日もインドのこと、まあインド、まあつまりヨガでいうところのインドヨガ哲学みたいなキーワードで、今日の話はなんかこうヨガそこまでしないかもしれないですけど、まあ、インドってこういう国でこういうことなんですよって、まあ、それ、すなわちヨガの哲学につながりますよって話になるのかななんて、想像してますが、四周期っていう言葉を、ニキゾーも、まあ、ほぼほぼ初めて僕聞いてるんですけども、はい。まあ、日本人は知らないでしょう、きっと。この四周期って。知ってました？日本にいらっしゃってる時に。私は昔から知ってたんですけれども、なんで？言うとアーユルヴェーダとかでもよく使う言葉だったりするので、それで知ってたかもしれないです。ああ、なるほど。いわゆるその日本の実生活、そのヨガとかアーユルヴェーダに触れるまでは知らなかった。あ、そうですね。僕も初めて聞く言葉なので、今日は四周期ってなんじゃらほいっていう説明をお願いしたいんですけれども、なんすか？はい、実は最近ちょっと注目されてたりするんですね、四周期。そうなんですか。例えば、まあ、今その生き方の幸せな生き方って何だろうっていうふうに説いてくださってるハーバード大学の、アーサー・ブルックス先生であったり、あと日本だと五木ひろゆき先生だとかが、執筆家の結構注目して、いろんなところでお話しされてるので、実はちょっとずつ知られてるかなっていう感じはあるんですけれども。何かっていうと、私たちただ呆然と生きていくだけではなくて、この一つの人生、インドだと100年っていうんですけれども、この100年の人生の中でそれぞれのタイミングで行うべきことっていうのがあるから、だからちゃんとその時にやるべきことをやりましょうねっていう考え方がこの四周期、サンスクリット語だとアーシュラマっていうんですけれども、その考え方になります。で、結構インドだと、まあ、これすごい古くからある教えなんですけれども、はい、未だに守ってる方だとかも結構多くて、で、まあ、4つの大会25年ずつなので、それをご紹介しようかなと思うんですけど、はあ、じゃあこれ、それって前提25、あ、そうか、四周期って皆さんごめんなさい、漢字で4つの住む住民の住民、住かな、住の、なんだろうな、1学期2学期の期間の期ですよね。はい、はい、そうです。ってことは今の話で言うと25年一括りってことは、インドではそもそも100年生きることが人生みたいな設定なんですか？あ、そうなんですよ。長寿ですね。まあでもね、いろんな文献読んでると、そもそも一番最後の段階まで行ける人って贅沢だよねみたいな書き方してる人もいるんですけど、まあ、でも昔ってもっと今よりも一つのことをゆっくりやるので、そのヨガの修行でも TT です、3ヶ月でみたいなこと絶対やらなくて、必ず
20年30年勉強しましょうねっていうやり方をしました、うん、なるほど。その25年一括り4つの住む期間四重期っていう話なんですね。じゃあはい、そうです、はい、ぜひお願いします。はい、じゃあ一つ目が学生期、まあ、学生って書いて学生期なんですけれども、それがサンスクリット語だとブラフマチャリアって言います、うん、でブラフマチャリアって言葉ヨガスートラの中に出てくるので聞いたことある方多いと思うんですけれども、うん、ヨガスートラだと禁欲って言ったりするんですね、うん、でどうしてかっていうと、そもそもこのブラフマチャリアが何かっていうと、今私はこの人生に必要な真実、まあ、真実が何かってインドだとブラフマチャリアブラフマンっていうんですけれども、まあ、その真実について学ぶ期間に一生懸命勉強して到達することで、その後の人生をより豊かに生きることができますよねっていうことで、それであれば最初の25年間っていうのは勉強することに集中しましょうね。それによってあなたの人生がどうなるのか全て変わってしまうんですよ。だから女性であったり何か面白いエンターテインメントであったり、そういったものに対して気を散らしてしまうと、せっかくの大切な教えが身につかないから、だからヨガスートラではブラフマチャリアのことを禁欲って言ったりする。なるほど面白い。なので、はい、最初の25年間はまずはちゃんと勉強するのが大切ですよっていう期間で、その次にガースハスティアって言うんですけれども、ガールか、ガールハスティア、ガールって家っていう意味なので家に住む期間っていうのがあります。じゃあその家に住む期間っていうのが何かっていうと、もうこの時期一番大切な時期なんですね。だいたい25歳から50歳ぐらいまでの間っていうのはもうとにかく結構働かなくちゃいけない。なるほど。で社会に出て、この社会のためにお仕事をさせていただいて、で同時に家庭を持ったら家族も守ってあげなくちゃいけないっていうことで、もう割と奉仕の期間になってしまいます。もちろんその中で、はい、生きがいを持って何かお仕事をさせていただく、がむしゃらに働く、でみんなと豊かになっていこうっていう期間になります、うんうん、でそれが終わると今度臨終期、林に住むって書いて臨終期なんですけれども、うん、その期間はまあ、インドだと一応タイミングとしては、はい、自分の子供が成人して立派に働けるようになったら、そしたらご隠居していいですよっていう期間に、うん、でそうすると今まではもう第一線で働いてたんですけれども、次の世代を育てたことによって自分自身は家の中に入って、でそこで自分の好きなことをしていいですよ。例えば音楽が好きであれば音楽をお家の中で楽しむだとか、まあ、読書をするだとか、ゆっくりと今までなかったこの自分自身の時間っていうのを豊かに楽しむのが臨終期になります。実際に森の中に住んじゃう人もいるんですけれども、まあ、多くの人は、うん、昔はね結構いたらしい、今でもいるかな。例えばムンバイって忙しい都市に住んでいたら、はい、ご引退したらプネっていう横の、最近ちょっと発展しすぎちゃったんですけれども、割と静かで住みやすいところに移住するっていう方が結構多かったりします。なるほど、面白い。で最後がサンニャーサ、遊行期ってこう遊ぶ行く期間って書いて遊行期、サンニャーサって言うんですけれども、そこに行くともう世の中のことは味わい尽くしました。一生懸命働いて社会貢献もしたし、で自分自身の人生も目いっぱい楽しみました。であれば次は割とこう宗教的なことに興味を持たれる方も増えてくるんですけれども、出家をして、で自分自身の人生何だったのかなってこう振り返ってみたりだとか、神様の近くに行くってこう死って何だろうっていうことを一人で考える。でその期間にはもう放棄ですね、あらゆる社会とのしがらみを少しずつ捨てていって準備を行うっていう期間になります、うん、それをまあ25年一繰りかける4つのセット、100年通して四重期と言うんですね。はい、え、
これって、あの、うん、一般的なんですか、ぶっちゃけインドでは。うん、一般的です。ただやっぱりそのなんだろう、出家をするとか隠居を50歳で今、はい、日本だとなかなかさせてもらえなかったりして、そうですね、はい、うん、じゃあどのようにあの私たちが、それを取り入れていくのかっていうのをいろんな方が今研究されてるんですけれども、はあ、もうぶっちゃけこの私たちの才能っていうか能力みたいなものって、やはりその新しいものを生み出す力ってだいたい30歳ぐらいでピークが超えちゃうらしいんですね。なるほど。あの学者さんだとかこう経営者であっても、はい、新しいものをバッと作るぞってだいたい若い時で、じゃあその後にやっぱり苦しんでしまう方が多かったりするんですけれども、その後あの50歳からまだまだ人生長いので何をするのかっていうと、はい、まあ趣味に移行する人も中にはいるかもしれないんですけれども、うん、最近だとそうではなくて、その期間ってこう生み出すっていうよりもいろいろなものを今まで経験してきたものから何かこう新しい考え方を、うん、この場合はどうしたらいいんだろうっていうのをすでにあるものを組み合わせながら作り出すことができる期間なので、うんうん、であれば例えば学校の先生になって若い人に教えるっていう風なキャリアを変えていく方も結構アメリカだと増えてきたりだとか、うんうん、同じ会社にいたとしてもそのバーって走ってる若い経営者たちにアドバイスする立場になっていくだとか、うんうん、そういった形でできること視野が広がることによってできることっていうのが変わってくるので、うんはい、そういった形で自分の新しい仕事のやり方を考えましょうねっていう風に捉えられていたり、あと私の生徒さんたちだとどちらかっていうと子育てが終わった時にポカンとなってしまうんですね、はい、今までもうずっと子供子供ってやってたのが、子供が家から出てっちゃうと自分の人生なんだろうって考え直す方がちょうどこの時期に入ってくるので、その時にあこれからは自分のことに時間を使っていいんだなっていうのを一つ体験するためにこの臨終期っていう言葉を使うと あそっかって納得していただける方も多かったりします。なるほど。くしくも今30がピークでっていう言葉でハッとしたんですけど、私がヨガジェネレーションという日本で初めてこうヨガのインターネットメディアっていうのを作ったのがたまたまですけども30歳です。おそして私今年46歳でいよいよこの50歳が見えてきてるというところで、でいろいろ点と点がつながってるなと思って聞いてたんですけど、私がこの 1,2 年 YouTube でまあ自分のこう心の安定をするためにこの発言をしてるんだなと思ってますけれども、僕が将来やりたいのはまさかのたこ焼き屋、その辺ですね。なんかこの四重期のフェーズでなんか自分の人生にも合ってるなと。なんか最終的にはまあヨガでご奉公する25年が終わると、まあ趣味の世界というか、まあ自分がまあたこ焼きをね別に焼きたいわけではなくて、たこ焼き屋を通じてちょっともう少し違う社会貢献ってできるのかななんていうのを思ってまして、これはあれですね、インドだけに関わらずその日本でも世界でもどこの国でも一緒だなって聞こえました。そうなんですよね、本当に不思議で、うん、例えばもう最後の遊行期、このサンニャーサの期間って私たちの値段、このぐらい の年齢だとまだピンとこないんですけれども、うん、インドに関わらずヨーロッパだとかでも、例えばスペインで巡礼をするようなところに行く方がとても増えたりだとか、うん、そうなんですね。それがなんですか、ヨガの哲学書にもそれは記載されてるってことですか。さっきスートラっていうなんか言葉も出てましたけど、はい、そうですね、どちらかっていうともうこれインドに住んでる人たちにとってダルマっていうか当たり前のことなので、うん、それを土台にしたこういった考え方があるっていうことを土台にしてバカバッドギータだとかヨガスートラがあるっていう感じになります。面白い。皆さん今日は四重期というね、多分聞きなじみのない言葉なんじゃないかなと思ってますけど、知ってる方はすごいなと思いますけれども、それについてまあ聞けば聞くほどなんか人間が人間らしく豊かに暮らしていく中でのこの4つのフェーズっていうのは別にインドのヨガのね哲学に限らず
我々日本人にも当たり前のようにあってしかりなのかなって感じましたし、皆さんは今どのフェーズですか？なんか一度これがね、自分の人生をこう向き合うきっかけになったらいいななんて思いました。ゆか先生ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました、はい、そんな永井ゆか先生のヨガ哲学講座絶賛毎月開催中です。8月はスートラ、9月はギータ、1日でまあざっくりと腑に落ちるまで分かりやすく解説っていうのが本当に人気の講座でして、オンラインで受けれますからね、よかったら情報をこちらに載せておきますので皆さんいただければと思います。じゃあゆか先生、まだまだちょっと今日は何本か取りためたいと思いますので、お付き合い、はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。ではでは。